皆さん、こんにちは。こんばんは、マーティン。ではぬめくぼいきんぐとです。ワークショップ、今度はリフレクション編。Y チャート、こういう Y チャートもいいですね。印象に残ったこと、学びになったこと、発見した自分の強みの課題3以上、今後の方針、ビジョン、アクションなど、いろいろですね。はい。ハンドエデュケーション、こういう参加者全員で共有するのもいいですね。こういう風にやるのもいいですね。あとは、まあ、やり方としてどうするか、会場の選び方、どういう風な会場がいいか、いいですね。アイテムはどのような必要か、まあ、いろいろ準備することも大事です。人数3から6人は理想。最近の配置もそうですが、スクール式形式やシアター形式、アイランド形式、ラウンドテーブル形式、バズ形式、サークル形式ありますが、ただソーシャルディスタンスがあって、リモートもいいですね、リモート。チーム分け大変ですね、いろいろと。まあ、こういう風な参加者も大変ですね、はい。こういう風にやればもう、モチベーションが上がります。はい。だから本を読んで参考にしてみてはいかがですか？はい。というわけで、ワークショップの、いろんなやり方でした。バイバーイ。